谷口のゲロハゲ野郎、お前のせいで変なことに気づいちまったじゃねえか。くそ、後で後悔しそうなことをしたくなってきたじゃねえか。くそ、くそ。おい、ある日。何を？この映画は絶対成功させよう。当然よ。私が監督するんだからね。成功は約束されてるの。あんたに言われるまでもないわよ。なんちゅう単純さだ。ま、元気のない春日なんて不気味なものを見るくらいならこの方がマシな。行くわよ。